ございます。東海 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここはニューヨークのマンハッタンにおります。で今日ここニューヨークからワシントン DC まで行くんですが、バスで向かっています。今回はメガバスというバスで向かっていきます。メガバス、まあ、アメリカとかですね、あとヨーロッパ方面でも動いてるみたいなんですが、このメガバスで行けるみたいです。画面の真ん中に見えているのがバスのトランクです。スーツケースなど大きな荷物はバスのトランクへ係の方が入れてくれます。このニューヨークからワシントン DC までは予定では4時間15分というふうになっております。2階建てのバスです。で座席指定もできます。で1ドルからと書いてあるんですけども、実際1ドルのバスはあんまりすぐにチケットというのはすぐに売り切れてしまって、その後値段が上がっていきます。それで、座席指定は席によって金額が異なるといった感じです。で今回一応一番前の列を頼んだんですが、なんか人がいるんですよね。そうなんでどうなんでしょう。じゃあ取り上げて、あ、オッケー。それではバスの中に乗っていきたいと思います。2階建てバスので階段で上に登っていきます。このシートは後ろの方は自由席のようなんですが、この数字が書いてある席は指定席ということになっているみたいです。で席に人がいたんですが、声をかけて予約しているというようなことを言ったらすぐに移動してくれました。ということで今回は一番前の席です。この席の座席指定は1席8ドルでした。座席の場所によって座席指定の金額が違いました。バスですのでシートベルトもしっかり締めていきましょう。これで1ドルバスで見えてます。でこれ1ドルのチケットってなんだかんだ言って取るの難しいみたいなんですが、今回は20ドルの座席指定も入れて20ドルで取ってます。で席は割と広めです。まあ、リュックを置いてその中に、まあ、ドリンクホルダーとかないんで飲み物を置いてもなんとか大丈夫な感じです。それでここにセットがあります。それでは出発です。今回乗ったバスは午前6時にニューヨークを出発して午前10時15分にワシントン DC に到着予定の便に乗っております。この時間帯は1時間に1本ぐらいニューヨーク発ワシントン DC 行きのバスがありました。やっぱり2階建てバスでかつ一番前の座席ということで、前面がガラス張りになっておりますのですごく見晴らしが良かったです。このトンネルもギリギリです。でこのトンネルはマンハッタン島を出まして、ニューヨークの郊外に向かっていきます。でこちらが右側に見えてくるのがマンハッタン島の綺麗な摩天楼というんでしょうか、ビル群の景色なんですが、朝の太陽が出てくる綺麗なニューヨークの景色が見えるのを分かっておりませんでしたから、特に写真などは何も撮りませんでした。ちょっと準備不足だったなぁと思い後悔しております。反対側の車線はニューヨークのマンハッタンに行く方向の車線なんですが大渋滞です。午前6時10分ぐらいだったと思いますが、これだけ渋滞しております。先ほどニューヨークの郊外と言いましたが、正確にはニューヨークのマンハッタン島を西側に出ればもうそこはニュージャージー州のニューアークです。ここは高速道路の料金所といっても日本でいうところの ETC 車線みたいなもんだと思うんですが、ここも車両が大きくギリギリ通れる感じでしたので徐行しておるようです。橋も2階席だったらこの位置に見ることができます。だんだんと日が昇ってまいりまして明るくなり、景色もきれいに見えるようになってきておりますが、この画面右側に見えているのがニューアーク国際空港です。正面にカメラを固定しちゃっているので前の景色は見えていないんですが、右側はユナイテッド航空の飛行機が横の滑走路に着陸してきまして、速度は違うにしても並んで走っているような感じでした。ユナイテッド滑走路終わってしまう。
車内のサービスなどは何もありませんので、朝ハンバーガーを買って乗っておりますので、こちらを食べていきたいと思います。大きなパンにハンバーグを挟んでいると言ってグッドポーズしまして、なんだっけな、大きなパンにハンバーグを挟んでいるだけで素朴な感じの味なんですが、それでも美味しかったです。でコーヒーも飲んでいきましょう。でグッドポーズ。明るくなってきまして、再び前の景色を見ていきましょう。この大きなガラスで自分がドライブをしているかのような感じで移動することを楽しめます。この2階建てのメガバスに乗るんであれば、一番前の席が空いてる便を選ぼうと思ってました。こういった感じです。やっぱりこうして前の景色を見ながら行けると、これだけで一つのアトラクションといった感じで旅行が楽しめました。車内ではですね、まあ、景色を見るだけではなく、ドリトス、私このお菓子が好きなもんですから、これを食べながら過ごしております。まあ、夜だったらこのドリトスとビールもいいと思うんですけども、とりあえず今回は昼間ということでお菓子だけ食べてるといった感じです。じゃあこれから車内の様子を撮りに行きたいと思います。車内がどうなっているのかっていうのを軽く見ていきたいと思います。これ録画ボタンを押したまんま胸のポケットに入れたら、なんか隠し撮りしてるみたいな感じになっちゃいましたが、車内にはトイレもありますので、最低限の範囲で歩くこともできます。これは静止画でして、一番後ろの方から撮った写真なんですが、よく見ていただけると、この天井もすごく明るく、とても光のたくさん入ってくる環境で移動することができます。階段を降りまして、1階席へ向かっていきます。1階席の一部も指定席になっているようです。でこの後トイレを移しますので、嫌な方はちょっと目を背けていただければと思います。一瞬だけ移します。トイレは綺麗なことは綺麗なんですが、男性の方が用を足す分にはいいと思うんですが、女性の方はあまり嫌なんじゃないかなと思うような感じです。下水の処理方法というか、排水の仕組みはどんな感じかというと、便器そのものが水槽の上に乗っているといった感じで、なんとも表現のしづらいものです。表現がしづらいというよりも、あまり聞いていて気持ちのいいものではないと思いますので、言わない方がいいかなと思って言いません。でトイレ確認も終わりまして、続いて1階席です。このバスは1ドルバスと書いているように、一番安い値段ですと1ドルで買える時がありますので、1ドルで本当に移動される方は1階席で普通に日常の移動をしているといった感じの方も多くいらっしゃるようです。再び2階に上がっていきたいと思います。前の方の席は座席指定なんですが、そうではないところは7割ぐらいのお客さんが乗っていたという感じじゃないでしょうか。座席指定のところはほぼ全ての席に人が座っておりました。ニューヨークを出発してからだいたい2時間30分ぐらいが経ちました。出発した時は外は暗かったんですが、今はこうして明るいです。で2時間30分ぐらい経ちまして、画面が割れちゃったんで見せるの恥ずかしいんですが、ニューヨークからワシントン DC の間、フィラデルフィアを通過しまして、もう5分の4ぐらい終わった通過したかなといったところになります。で今回4時間15分の所要時間の予定なんですが、もう5分の4ぐらい割ってるんで、あと1時間もかからないぐらい、まあ、長く考えても1時間かからないぐらいで着くんじゃないでしょうか。外の景色ですが、ニューヨークワシントン間ということで、それなりにこう街と街、主要都市と主要都市の間を走る高速道路ということもあってかと思いますが、交通量は割と平均して多いです。で最初は片道4車線が同じ方向2つぐらい
番が計8車線、片道8車線ぐらいの道路をずっと通ってました。で、今は3車線道路ですが、それでもこういった感じの交通量になってます。で、前になんかアメリカのドライブ旅行とかバス旅行でグランドサークル、砂漠地帯をぐるぐる回る、バス旅行やドライブ旅行があると思いますが、そういったのと比べるとだいぶ景色は、自然なんていうのかな、アメリカの壮大な景色を走っているという感じではないかもしれません。で、こうしてサービスエリア、まあ、サービスエリアというと1回高速出るんだと思うんですが、出たところにあるファーストフード店の看板などもあります。で、次は出口で、出口が77の B という出口のようです。そんなんで、結構ですね、普通にこの主要高速道路間を走って移動してるんだなといった感じのドライブです。でもやっぱり一番前の席、こうして眺めが良くて、これは最高です。ここはね、早く予約をして、座席指定ができるとこだったらお金はかかりますが、一席8ドルという値段ですので、これが高いか安いかというと、私はこれはお得な感じなんじゃないかなと思います。本当にこういう景色をね、見えますんで、まあガラスがね、めちゃくちゃ綺麗かどうかちょっとそれは分かりませんけど、それでもアメリカの景色を楽しみながら、自分が運転してるかのような感じでドライブバスに乗っていることができます。で、今回のバスは先ほど地図に出したみたいにニューヨークからワシントン DC に行くバスで、朝の6時出発ですので、朝の6時に北東、東側のニューヨークを出発して、そこから南西方面に向かってワシントン DC に向かうわけです。まあ、何が言いたいかというと、太陽に向かって、走っていくわけではなくて、太陽がこうバスの後ろ側から登ってきて、その登っていく方向に向かって走っていくので、こう眩しさとか日焼け対策、特に女性の日焼けしたくないという方ですね、正面から太陽が当たって眩しいなどということはなくて、逆に反対に太陽があるので大丈夫なんですが、これが時間帯によってですとか、あと方角、向かっている方角によってはもろに前から太陽を浴びることになると思いますので、日焼け対策などはした方がいいと思います。それとアメリカの、これは今回乗っているのはメガバス、今回乗っているのはメガバスなんですが、アメリカのバス会社でグレイハウンズっていう長距離バスの会社があると思います。その会社で結構長距離バスの旅などをしている人がいたようなブログなどを読んでいると、車内がすごく寒いようですので、その寒さ対策もしながら、いくら暑いところに行くにしても寒さ対策も、対策というか寒さに対する準備などもしながらバスに乗り込んだ方がいいと思います。まあ、これ2階建てバスなんで、なかなか運転手さんに寒いですとか言って言いづらいと思うんで、特に2階に乗ってるとですね、そういうこともちゃんと調整してから、調整してそういう準備もした方がいいかもしれません。そうなんでね、これ眩しかった時のことも考えて、一応サングラスとか持っていたんですけど、まあ大丈夫です。あと女性の方ですと、こう日焼けしないように帽子をかぶるだとか、まあ、日焼け止め、もしくは長袖のシャツを着るなど、そういう対策をした方がいいかもしれないです。今なぜかバスが止まりました。ちょっと理由は分かんないんですが、時間調整とかなのかな。バスが止まってます。休憩中ってわけではないです。ドライブインとかではないので、とりあえず止まってって感じです。再びドリトスを食べながら過ごしていきたいと思います。この距離ですとドリトスも一袋食べ終わってしまうといった感じでしょう。グッドポーズ。
ルチモア周辺を走っているんです。少し渋滞が発生しているようです。まあでも渋滞ってもね、そんなにこう思いっきり止まっちゃってというよりは動いてます。この車すごいね、後ろ空いてるわ。あ、ボルチモア AV さん、うん、頭でたなんか立ててるね。渋滞ってでも結構動いてるんで、そんなに苦ではありません。それとこれ軽視点もいいですし、2階席の一番前ということで、渋滞してもこの眺めを、ね、見てるのもさすがに楽しいです。外付けマイクをつけて録画したら、外付けマイクをつけた方が聞き取りづらくなってしまったので、同じことをそのまま言わせていただきたいと思いますが、インターステート95というのを走っていきまして、先ほどのボルチモアの町で分岐しまして、295という道路を通っております。295ボルチモア・ワシントン・パークウェイというのを南に進み、ワシントン DC が近づいてまいりました。先ほど分岐してからは道路も2車線になりまして、こういった感じの道路です。右側にはこの木がね、まだちょっと紅葉には早いかなっていう感じなんだけど、真夏のさんさんとした緑よりは少しこう色づいてきて、で真ん中中央分岐のところには芝生が敷いたんですが、それがこれだけの道路ですと草がボーボーになってたりすると思うんですが、そうではなくしっかりと刈ってあって綺麗な通りになっています。こうして所々渋滞がありました。ボルチモアの手前ではあと1時間もしないぐらいで着いちゃうんではないかと言ったんですが、そんなことはなく、渋滞の時間を考えると4時間15分の予定時間でも足りなかったといった感じです。所要時間は出発の時間によって変わっておりましたが、今回は4時間15分、あくまでもバスですので到着時間は前後してしまいます。高速道路を降りまして、バスはワシントン DC の街中へと近づいているようでした。ニューヨークを出てからすぐに高速に乗りまして、ここまで来ておりますので、高速からの景色も良かったんですが、こういった街中の景色を2階から見るというのもなかなかいいものでした。反対側の車線では今乗っているメガバスとそれ違います。出発の時、ニューヨークではバスターミナルや駅などから出発したわけではなくて、道路沿いにあるバス停のようなところから出発しましたが、ワシントン DC の到着はユニオンステーションの中にあるバスターミナルに到着です。アメリカの都市と都市の間を高速バスで移動するというのは、これはこれで一つのアトラクションといった感じで、旅行のいい思い出になりました。ここにカメラをつけておきました。このカメラで車窓の景色を撮りたいなと思ってカメラをつけました。おー、一度浮かすがいっぱいです。はい、到着です。数字が書いてあるところが指定席のようです。乗ります。行きます。はい、到着しました。このバスでニューヨークからやってきました。はい、ニューヨークの街の中からワシントン DC のユニオンステーションまでこのメガバスできました。これ結構乗り心地良かったですね。まあ今回は一番前の席を座席指定して撮ったということもあるんですが、乗り心地良かったです。料金はですね、
座席指定も入れて20ドル、一輪バスというふうに書いてるんですけども、実際一輪のチケットっていうのは発売されて、割と早い段階でなくなってしまって、その後は、LCC の飛行機のように値段がだんだんと高くなってくるんですけども、まあ、今回は座席指定、8ドルの座席指定を入れて20ドルでした。で時期というか直前でもう一回調べた時はですね、もう30ドルぐらいとかなってた、座席指定はしなくても30ドルぐらいになってたんですが、まあ、早くとやっぱり酷なバスでいい感じだなと思いました。あれが向こうがグレイバンズ、昔からある、バスです。長距離バスです。で、これがメガバスです。ユニオンステーションで、ここにはこれだけじゃなくてグレイハンズのバスがやってきました。老舗長距離バスといった感じでしょうか。グレイハンズのバスです。それではワシントン DC のユニオンステーションの中入っていきたいと思います。鉄道の駅ですので、アムトラックの時刻表案内板みたいなのがあります。でアメリカの大きな都市の駅ということで賑わっておりました。すごいな、やっぱりユニクロはどこでもあるんだな。ああ、ジャンバジュースがいろんな飲み物とかもあるんだね。うん、あで、あれだ、チケットカウンターはああいう風になってるんだ。あ、フードコート。今、ユニオンステーションにいます。で、ここまではアムトラックとかを使ってきたわけではなくて、バスで来たんですけども、なんかね、こういう感じでバスで、長距離バスでここに来ると、ああなんか違う街に来たんだなっていうのを本当思わせてくれるような駅の作りになってます。いいですね、このアメリカのこういった感じのユニオンステーション、大きな駅ですよね。アムトロックで来たわけではないけど、こういうのを長距離バスで来てもなんかそういう感じさせてくれるところ、まあ要は国際線の飛行場みたいな感じですかね。いやー来ました。